え、結構いい感じ。比べると全然。本当だよ、ね、全然違う。こんにちは、ミカです。サシです。 MAY マイです。今日は、うちにあった忘れ去られたスミクラを完成させようと思って、じゃじゃん、こちら持ってきました。シュバルベグレイズマクギリス機1/100。イエイ。で、これもう、1回全部組んでやって、で、筆塗りをしようと思ってだけど、そのままバラして放置をして数年経ってしまったやつなんですけど、これをね、今日ヨシちゃんに手伝ってもらって、エアブラシで塗装して完成をさせていきたいと思います。イエイ。じゃあちょっと開けますね。あと元のね、青の部分の色味がこんな感じの青で、なんかかっこよくないの。そうそうそう、ちょっとおもちゃっぽいなって感じだから、うんうん、これをね、ちょっとかっこよく塗っていきたいです。というわけで、早速やってみたいと思います。で、今日使うのがこの濃い部分の色が水性からアクリジョンの光沢パープルっていう色を使って塗っていきたいと思います。こんぐらいで詰めてるの？でもなんか5分の2が塗料で5分の3が薄めぐらいが一番ベストだと思います。まずここにさっき混ぜたやつを入れて、ちょっと試しに出してみます。ちょうどいいぐらいかどうか。あ、いい感じ。塗っていきます。え、結構いい感じ。綺麗ね、ツヤ感がすごい、うん、いいパープル、いいパープル。え、めっちゃいい感じじゃない？比べると全然。本当だよ、ね、全然違う。こっちが元で、こっちが今塗ったパープルになったものなんだけど、うん、結構ね、変わった、うん、では、選手交代して私も塗っていきます。やっぱりエアブラシいいね。綺麗に塗れるわ。失敗が少ないよね。うん、エアブラシだと。うん、じゃあちょっとこの濃い色のパーツはこんな感じで紫を塗ってみました。次は青い部分がミスターメタリックカラー GX っていうやつのGX メタルブルーっていう色を使って、このブルーの部分を塗っていきたいと思います。やばいね、いい、テンション上がる。とてもいい。え、ちゃんと開ってる？え、でも全然開ってる。ほんとミラーって感じ。つやつやしすぎてもはやミラー、すべて反射してる。これで青の部分一応2周したけど、結構ツヤってる。めっちゃツヤツヤ、いい感じ。かわいいね。なんかメタルっぽい感じになって、さっきのおもちゃの青の安っぽさがなくなった。では選手交代して私も青いパーツ塗っていきます。あ、いいね、深みの出るね、メタリックっぽい。あとエアブラシってさ、細かいところまでさ、うん、入ってってくれるから、いいよね。隙間とか綺麗に塗れる気がする。めっちゃ綺麗、頭部やばい、いいね、綺麗に丸いフォルムになってるから、ツヤが綺麗に出る。いい、これはとても良いです。じゃあ、青と紫を塗り終えたので、次はこのインナーフレームの部分を黒に塗っていきたいと思います。で、色がミスターメタリックカラー GX の GX メタルブラックを全部に色をつけていきたいと思います。わかる？え、いい、めっちゃいい、すごい、いい。え、これやばいわ。黒のメタリックいいね。ね、かっこいい。さて、完成しました。
イエーイ。めっちゃかっこよくなった。めっちゃかっこいい。ね。全体的にメタリックな感じで統一感があって、うん、結構かっこいい系の色合いになったんじゃないかなと思います。なんかインナーフレームを黒のメタリックで塗って、なんかその一手間でだいぶ印象が変わった、うん、重みがね、うん、出たね、重みが出た。さあそんな感じで今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。インスタとツイッターも概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。